第7章、機械的な宇宙。ニュートンの世界観。ガリレオは新科学対話の出版によって人類の文化を新たな世界の瀬戸際にまで連れてきた。その最後の一歩を踏み出し、その過程で全く新しい考え方の枠組みを完成させたのはアイザック・ニュートンである。ニュートン以後、科学は目的に基づくアリストテレス的自然観を捨て、代わりに数に基づくピタゴラス的な宇宙を受け入れるようになった。世界は観察と道理によって理解できるはずだとするイオニア人の主張は、ニュートンの後にある壮大な比喩へと姿を変えた。この世界は時計仕掛けのようなもので、そのメカニズムは数値的な法則に支配されており、そのため人間のやり取りも含め自然のあらゆる側面は正確に予測できるというのだ。遠く離れたアメリカでは、建国の父たちが神学とともにニュートン的考え方も受け入れ、独立宣言の中で自然の法則と自然の神が人々に政治的自立の権利を授けると言い切った。フランスでは革命によって科学に対する敵意が広がった後、ピエール・シモン・ド・ラプラースがニュートン物理学を新たな数学的レベルへ引き上げ、次のように断言した。優れた知識人ならニュートンの理論を用いることで宇宙最大の天体の運動と最小の原子の運動を同じ数式で理解できる。そこに不確実な点は何一つなく、未来は過去と同じくその眼前に存在する。今日我々は誰しもニュートン学説の信奉者のように思考する。ある人物の個性の力や病気の蔓延の加速といった言葉を使う。身体的や精神的な感性、スポーツチームの運動量といった言葉を使う。ニュートン以前にはこのような言葉を使って考えることは決してなかっただろう。今日ではこのような言葉を使わずに考えることは決してないだろう。ニュートンの法則について何一つ知らない人でも、精神はニュートンの考え方にどっぷりと使っている。ニュートンの業績を学ぶことは我々自身のルーツを学ぶことに他ならないのだ。ニュートンの世界観は今や我々にとって第二の天性とも言えるので、ニュートンが生み出した事柄の驚くべき素晴らしさを堪能するには努力が必要だ。私は高校で初めてニュートンの法則を教わった時、こんなに単純に見えるのにどうして大騒ぎするのかと不思議に思った。15歳の自分がわずか数回の講義で学べる事柄を、科学史上最も聡明な人物の一人が何年もかけて作り出さなければならなかったことに奇妙さを感じたのだ。私がこれほど簡単に身につけられる概念がどうして数百年前にはこれほど理解しづらかったのだろうか。父にはその理由が分かっていたらしい。私は子供たちにポストイットのような発明の話をするが、父はいつも私に祖国の話をしてくれた。父曰く、数百年前の世界を見ると今日感じられるのとは全く違う現実が見えてくる。ポーランドでのこと、10代だった父が友人たちと一緒に1匹のヤギにシートをかぶせると、そのヤギは厩舎に向かって駆けていった。すると大人たちは皆幽霊が現れたと思った。確かにその晩はユダヤの祝日プリム祭で、大人たちはかなり酔っ払っていたのだが、父は大人たちの反応を酒のせいとして片付けることはなかった。大人たちは幽霊の概念が身に染みついていて、自分が見たものを信念に当てはめて解釈しただけなのだという。父曰く、私にはそれは無知に思えるかもしれないが、
大人たちの考える幽霊が私にとって奇妙に思えるのと同じように、宇宙の数学的法則に関するニュートンの話は当時の人にとっては奇妙に思えただろう。その通りだ。今日では物理学の講義を受けたことがない人でさえアイザック・ニュートンの精神の一端を内に秘めている。しかし、もしニュートン的な文化の中で育てられていなければ、今ではこれほど自明な法則もほとんどの人にとっては理解不可能だったはずだ。人間嫌いの天才科学者ニュートンは、亡くなる少し前に生涯を振り返り、自らの貢献について次のように語った。世間にどう見られているかはわからないが、自分自身としては海岸で遊んでいる少年に過ぎず、時折普通より滑らかな小石やきれいな貝殻を見つけては楽しんでいながら、目の前には広大な真理の太陽が未知のまま広がっている。ニュートンが拾った小石のどれ一つをとっても、そこまで聡明でも多産でもない学者にとっては不朽の偉業だったはずだ。ニュートンは重力と運動に関する研究に加え、長年をかけて光学と光の秘密を解き明かし、今日我々が知る物理学と微積分を作り出した。私が学ぶまでニュートンについて聞いたことのなかった父にそのことを話すと、父は顔をしかめて、そんな風になるな、一つの分野にこだわるんだと言ってきた。最初は私は若気の至りから偉そうに反発した。しかし実のところ父は良い点をついていたのかもしれない。ニュートンは一歩間違えれば多くのことに手を出しすぎて何一つ完成させられなかったかもしれない。しかしこれから見ていくように、幸いにも運命のいたずらで、今ではニュートンは人々の考え方を革命的に変えた人物として認められている。ニュートンは実際には海岸で遊んだことは一度もなかった。イギリスやヨーロッパ大陸の科学者と大抵は郵便でしばしば交流して大きな糧にしていたが、故郷のウールズソープと大学のあるケンブリッジ、そして首都のロンドンを結ぶ小さな三角形の周囲から離れることは決してなかった。またほとんどの人が思い浮かべるような意味で遊ぶこともなかった。生涯近しいと感じる友人や家族は少なく、愛した人は一人もいなかった。少なくとも晩年までニュートンと打ち解けることは、猫を集めてスクラブル、文字の書かれたコマを並べて単語を作るボードゲームをやるようなものだったからだ。それをおそらく最もよく表しているのが遠い親戚のハンフリー・ニュートンの言葉だろう。ハンフリーはニュートンの助手を5年間務めたが、ニュートンが笑ったのは誰かに、どうして人はエイクレイデスの理論を学びたがるのかと聞かれた時のたった一度きりだったという。ニュートンは何か裏心があって世界の理解に取り組んだわけでもないし、人類に資するために理論を発展させたという思いもなかった。存命中にかなりの名声を得たが、それを分かち合う人は誰もいなかった。学問的には大成功を収めたが、愛は決して手に入れられなかった。最高の称賛と栄誉を得たが、ほとんどの時間は学問上のいざこざに費やした。この知の巨人は漢字の良い共感できる人物だったと言えればよかったのだろうが、たとえそのような一面を持っていたとしても、見事にそれを抑え込んで人間嫌いの傲慢な人間だという印象を与えていた。今日の空は灰色だと誰かが言うと、いや実際には空は青いと言い返すような人間だった。さらに厄介なことに、ニュートンはそれを証明できる人物だった。物理学者のリチャード・ファインマン1918から1988は、自分のことだけに没頭している大勢の科学者の気持ちを、他人がどう考えているかなんて気にするかという著書のタイトルで代弁している。
ニュートンは回想録は一編も書いていないが、もし書いたとしたら、頼むからどこかへ行ってくれとか、邪魔するなバカ者といったタイトルをつけていたかもしれない。ある時、スティーブン・ホーキングが、ある意味身体が不自由なことに感謝しているよ、おかげで自分の研究にもっとずっと集中できるからねと話してくれたことがある。思うにニュートンも同じ理由で、誰かと時間を共有して無駄にするよりも自分だけの世界に生きている方がずっと好都合だと言ったのではないだろうか。最近の研究によると、数学に秀でた学生のうち会話能力が低い人の方が科学の道に進む傾向が強いという。私もかなり前から社交性の低さと科学の世界での成功との間には相関があるのではないかと思っている。もちろんあまりにも変人で、一流の研究大学以外では雇ってくれそうもない優れた科学者なら大勢知っている。仲間のある大学院生は、毎日同じズボンと白い T シャツを着ていたが、噂によると2枚ずつ持っていて時々洗濯していたという。やはり研究仲間のある有名な教授はとても内気で、話しかけると大抵目をそらし、とても小さい声で話し、相手が120センチ以内に立っているのに気づくと後ずさりした。セミナー後の雑談では、後の2つの癖が困りものだった。何を言っているかわからなかったのだ。大学院生だった私はその教授と初めて会った時、うっかり近づきすぎて、しかも後ずさりする教授を無邪気にも追いかけていったせいで、教授は危うく椅子から転げ落ちそうになってしまった。科学はこの上なく美しい学問だ。しかし科学を発展させるにはアイデアのやり取りが必要で、それは他の創造的な人物との交流でしか得られないが、それと同時に長時間孤独になる必要もある。それが他人と交わりたくない、あるいは一人きりで生きたい人にとっては大きな利点なのかもしれない。アルベルト・アインシュタインは次のように書いている。人が芸術や科学へ向かう最大の動機の一つは、ひどくがさつでどうしようもないほど憂鬱な日常生活から逃れることだ。一人一人がこの宇宙とその構造を自分の感情の中心に据えることで、混沌とした狭い個人的経験では得られない安心と安全を見つけるのだ。ニュートンは日常の世界の営みを軽視することで、ほとんど気をそらさずに自分の興味を追求するだけでなく、研究結果のほとんどを隠して著作の大部分を発表しないことを選んだ。しかし幸いにも文章を捨てることはなかった。ニュートンはリアリティ番組で取り上げられそうな収集癖のある人物だったが、決してペットの死骸や古い雑誌や7歳当時の靴を溜め込んだわけではない。ニュートンが収集したのは、数学や物理や錬金術、宗教や哲学に関する文章から、使った1ペニーごとの明細や両親に対する気持ちを書き消したものまで、ありとあらゆる走り書きである。ニュートンはとっさに計算をした紙や学校の古いノートなど、書いたものをほぼ全て保管しており、それを調べていけば、ニュートンの科学的思考の発展をかつてないところまで理解できる。ニュートンの科学文書のほとんどは最終的に科学研究活動の本拠地だったケンブリッジ大学に寄贈された。しかし定数100万語に及ぶ残りの文書はサザビーズでオークションにかけられ、錬金術に関する文書の大部分は入札した経済学者のジョン・メイナード・ケインズに買い取られた。ニュートンの伝記を書いたリチャード・ウェストフォールは20年かけてその生涯を研究し、ニュートンは我々が仲間の人間として理解できるような基準には結局当てはまらないと結論付けた。しかしもしニュートンがエイリアンだったとしたら、少なくとも日記を書き残すエイリアンだったことになる。ニュートンの不幸な少年時代、世界を理解しようというニュートンの取り組みは並外れた好奇心に基づいていた。発見を目指すその強い衝動は、私の父が
パンと引き換えに数学の問題の答えを教えてもらった衝動と同じく完全に内面からにじみ出ていたように思える。しかしニュートンの場合、その衝動を後押しするものが他にあった。ニュートンは科学的合理性の模範的人物として尊敬されているが、宇宙の性質に対するその問いかけは、はるか昔のギョベクリ・テペの人々と同じく精神性や宗教と密接に結びついていた。というのも、ニュートンは神は言葉と技の両方を通じて自らの存在を示すのだから、宇宙の法則を研究することは神を研究することに他ならず、科学に対する熱意は宗教的熱意の一つに過ぎないと信じていたからだ。ニュートンが孤独と長時間の研究を好んだことは、少なくとも学問上の業績の点から見れば大きな強みとなった。しかしニュートンが精神世界に引きこもったことは、科学には恩恵をもたらした一方で、本人にとっては大きな代償が伴った。それは子供時代の孤独と心の痛みに関係があったようだ。私は小学生の頃、人気のない子供を気の毒に思っていた。自分がそうだったからだ。しかしニュートンはもっとかわいそうだった。自分の母親にさえ嫌われていたのだ。ニュートンは1642年12月25日、まるで希望と違うクリスマスプレゼントのようにして生を受けた。父親は数ヶ月前に亡くなっており、母親のハンナはアイザックは迷惑だがすぐに死ぬと思ったに違いない。見たところ未熟児で生き延びられそうになかったからだ。それから80年以上の後にニュートン自身が姪の夫に語ったところによれば、生まれた時には1クォート、約 1.14 リットルのポットにすっぽり入ってしまうくらいに身体が小さくて、またあまりに身体が弱く、頭が倒れないように首にクッションを巻いていたという、小さな首振り人形のようなひどい状況で、数キロ離れた場所までお使いに出かけた二人の女性は、自分たちが帰るまでに子供は死んでいるだろうと決めつけてのんびりと戻ってきたくらいだった。しかしそんなことはなかった。首のクッションというテクノロジーだけで赤ん坊は生き延びたのだ。ニュートンが人生で誰かと一緒にいることの利点に気づかなかったとしたら、それはおそらく自分の母親が自分の利点にほとんど気づかなかったからだろう。ニュートンが3歳の時に母親は裕福な教区牧師のバーナバス・スミス氏と再婚した。ハンナの2倍以上の年のスミスは、若い妻は欲しがったが、幼いママ子は欲しがらなかった。それで家庭がどんな雰囲気になったかははっきりとはわからないが、緊張が高まっていたと考えて差し支えないだろう。というのも、アイザックは何年も後に自分の子供時代について書いた文章の中で、両親のスミスに火をつけて家を焼くぞと脅したと振り返っているからだ。両親がその脅しにどう対処したかは語られていないが、記録によれば間もなく家から追い出されて祖母に預けられたという。祖母とはうまくやったが、それは多くを望んでいなかったからだ。明らかに親しいとは言えず、アイザックが残したどんな文書や走り書きの中にも祖母に対する愛情を回想したものはない。その一方で、祖母に火をつけて家を焼きたかったと振り返っているものもない。アイザックは10歳の時にスミス氏が亡くなると、アイザックはしばらく自宅へ戻って、母親が再婚で設けた3人の幼い子供のいる家庭へ加わった。スミスの死から2年後、ハンナはアイザックをウールスソープから12キロ余り離れたグランサムの聖教徒学校へ追いやった。アイザックはこの学校で勉強する間、薬剤師で科学者のウィリアム・クラークの家に下宿した。クラークはアイザックの想像力と好奇心に感心し、さらに伸ばしてあげた。若きアイザックは乳鉢で化学薬品をすりつぶす方法を学んだり、嵐の強さを測るために風上と風下に向かって飛び上がって飛んだ距離を比較したりした。また、踏み車の中で走るネズミを動力とする小さい風車や、自分が中に座ってクランクを回す力で走る四輪車を
作ったりした。さらに火を灯したランタンを尻尾に取り付けたタコを夜中に飛ばして近所の人を驚かせたりもした。アイザックはクラークとはうまくやったが、同級生とはそうはいかなかった。変わっていて明らかに賢いアイザックは学校では現代と同じような扱われ方をした。他の子供に嫌われたのだ。少年時代に孤独だが極めて創造的な月日を送ったことが、成人時代のほとんどを通じた必ずしも幸せとは言えない創造的だが苦しい孤独な人生の予行演習となったのだ。アイザックが17歳に近づくと、母親は息子を退学させ自宅へ呼び戻して辞書の管理をさせようとした。しかしアイザックは農作業が得意でなく、惑星の軌道を計算できる天才でも牧草を育てるのは点で苦手な場合があることを証明した。しかもアイザックはそれを気にしていなかった。塀が壊れて豚が麦畑に入ってきても小川で水車を作ったり本を読んだりしていた。ウェストフォールによると、アイザックは羊の番をして糞を集める人生が受け入れられなかったという。私が知っているほとんどの物理学者もそうだろう。幸いにもアイザックのおじと、かつてグランサムの学校でアイザックを教えていた教師が物申してくれた。アイザックの天才ぶりに気づいていた2人は1661年6月にアイザックをケンブリッジ大学トリニティカレッジへ入学させたのだ。大学でアイザックは当時の科学の考え方に触れることになる。やがて反旗を翻して転覆させることになるが、家の使用人はアイザックとの別れを喜んだ。祝ったからではなく、いつもアイザックにこき使われていたからだ。あの性格では大学しか馴染める場所はないと言ってのけたという。無用の書に書かれたアイデア。ニュートンが35年以上にわたって所属していたケンブリッジ大学は、その間にニュートンが唇を切った思考革命の中心地となった。その革命は一連のひらめきに基づくものとして描かれることが多いが、宇宙の秘密を解き明かすニュートンの苦闘は実際には塹壕戦のようなものだった。厳しい知的戦いが次々と繰り広げられ、その中でエネルギーと時間を費やしながら徐々に勝利へ近づいていった。ここまでの天才でなかったら、あるいはここまで熱狂的に没頭していなかったら、その戦いには勝てなかっただろう。初めのうちは生活状況までもが戦いの原因となった。ニュートンがケンブリッジへ立った時、母親は年に700ポンド以上も収入があったのに、息子には10ポンドしか渡さなかった。そのためニュートンはケンブリッジ大学の社会構造の最底辺に置かれることとなる。ケンブリッジの厳格な階級制度では、貧しい学生は旧費生、サイザーとして食費や学費を免除されて、わずかな給金をもらう代わりに裕福な学生に仕えて髪を整えたり、靴磨きをしたり、パンやビールを運んできたり、便の始末をしたりした。ニュートンにとって旧費生になることは昇進を意味していた。ニュートンはサブサイザーと呼ばれる身分で、雑用は旧費生と変わらないが、食費と学費は自分で支払わなければならなかった。グランサムの学校でいつも自分をいじめていたのと同じ類の少年に仕えるのは、ニュートンにとって耐え難いことだったに違いない。ケンブリッジでニュートンは下り階段のような人生を経験することとなる。1661年にはガリレオの新科学対話は出版されてから20年余りしか経っておらず、ガリレオの他の著作と同じく、ケンブリッジのカリキュラムにはまだほとんど影響を与えていなかった。そのためニュートンは奉仕や学費と引き換えに、この世界について学者が知っているあらゆる事柄を教える講義を受けるしかなかった。その学者とはアリストテレスのことだった。アリストテレスの宇宙論、アリストテレスの倫理学、アリストテレスの論理学、
アリストテレスの哲学、アリストテレスの物理学、アリストテレスの習字学。ニュートンはアリストテレスの原本を読み、アリストテレスに関する教科書を学び、確立されたカリキュラムに含まれている書物にすべて目を通した。しかし、ガリレオと同じようにアリストテレスの主張に納得できず、一つも会得することはなかった。それでもニュートンはアリストテレスの著作によって初めて知識に対する高度な探求に触れた。否定はしながらも、そこから自然の多様な問題に取り組み、組織だった一貫した方法で驚くほど専念して考える方法を学んだ。一人身で娯楽にも滅多に手を出さなかったニュートンは、1日18時間、週7日働くという私の知人よりもさらに勉学に精を出した。その習慣は何十年も崩さなかった。ケンブリッジのカリキュラムの基礎となっていたアリストテレスの学問をことごとく否定したニュートンは、1664年、新たな思考への長い旅路を歩み始めた。本人の記録によれば、独自の学習計画を立てて、ケプラーやガリレオやデカルトなど同時代の偉大なヨーロッパ人思想家の著作を読んでは吸収したという。学生としてはさほど優秀ではなかったが、それでも1665年になんとか卒業し、学者の肩書きとさらなる勉学のために4年間の経済的支援を得た。すると、1665年夏、恐ろしい疫病がケンブリッジを襲って、大学は閉鎖され、1667年春まで再開されなかった。大学閉鎖中、ニュートンはウールスソープの母親の家に逃れて一人勉強を続けた。歴史書の中には、1666年をニュートンの驚異の年と呼んでいるものもある。言い伝えによると、ニュートンは自宅の農場に腰を下ろして微積分を発明し、運動の法則を導き、落ちるリンゴを見て万有引力の法則を発見したという。確かに悪い年ではなかっただろう。しかし、実際の顛末はそのようなものではなかった。万有引力の法則は、一度のひらめきによって浮かぶアイデアのような単純な代物ではなく、全く新しい科学の伝統の基礎となるいくつもの研究成果の集合体だった。さらに、物語に描かれているニュートンとリンゴのイメージには問題がある。まるで誰かが頭を打って天気を予測できるようになったかのように、物理学者は突然大きなひらめきを得て前進するものだと思われてしまう。実際には、ニュートンでさえ前進するには何度も頭をぶつけ、何年もかけてアイデアを練り上げ、その可能性を真に理解しなければならなかった。我々科学者が頭をぶつけた痛みに耐えられるのは、フットボール選手のように痛みを嫌うのにも増して自分たちのスポーツを愛しているからだ。奇跡的なひらめきのストーリーに対して、ほとんどの歴史家が疑念を示している理由の一つが、疫病の流行中にニュートンは物理学に関する洞察を全ていっぺんに得たのではなく、1664年から1666年という3年間にわたって徐々に得たことだ。さらに、その3年間が終わってもニュートン的な革命はまだ起こっていなかった。1666年にはニュートン本人もまだニュートン信奉者ではなかったのだ。未だに一陽運動は、その運動する物体に内在する何かによって生じていると考えていたし、重力という言葉は地球が及ぼす外力ではなく、物体を形作る物質から生じる何らかの内在的特性を意味するために使っていた。当時浮かんだアイデアはまだ単調に過ぎず、力や重力や運動など多くの事柄に関して当惑してはもがき苦しんでいた。それらの基本的な概念が後にニュートンの偉大な著作「プリンキピア」のテーマとなる。ニュートンはウールスソープの農場で考えた事柄を、習慣通りスミス氏から相続したほとんどまっさらな大判のノートに全て書き込んでいた。そのため、ニュートンがどんなことを考えていたかはかなりよく分かっている。そのノートと後に数百万語もの
文章や数式を記録するだけの十分な紙を手にしたことはニュートンにとっては幸運だった。前に大学の誕生や数式の利用といった革新について触れたが、科学革命には我々が当たり前と思っている知られざる立役者が他にもいくつかあり、その中でも飛び抜けて重要だったのが紙の利用の拡大である。ニュートンにとって幸いなことに、イングランドで初めて商業的に成功した製紙工場は1588年に設立された。それと同じく重要な進歩として1635年に王立郵政公社の事業が一般に開放され、非社交的なニュートンでも遠く離れた場所の他の科学者と文通できるようになった。しかし当時は紙はまだ高価で、ニュートンはノートを無用の本と名付けて大切にした。そのノートには運動の物理に対するニュートンの取り組みが詳細に記されており、聡明な人物がアイデアを膨らませる過程を垣間見られる貴重な資料となっている。例えば1665年1月20日、ニュートンは無用の本に運動に関する哲学的でなく数学的な長い考察を書き込み始めた。その考察に欠かせなかったのが変化を解析するための新たな類の数学、微積分の発明である。ニュートンはオレームに習って変化を曲線の傾きとして捉えた。例えばある物体の移動距離を縦軸に、時刻を横軸にとってグラフを書くと、その傾きは物体の速さを表す、水平線は位置が変化していないことを表し、傾斜が急な直線や曲線は物体の位置が急激に変化している、つまり大きな速さで運動していることを示す。しかしオレームらは今日の我々よりも定性的な形でグラフを解釈していた。例えば移動距離と時刻との関係を表したグラフは、横軸の座標で示される時刻の各点における移動距離を表しているとは解釈されなかった。またグラフの傾きも各瞬間における物体の速さを表しているとは解釈されなかった。ニュートン以前の物理学者にとって速さとは平均の速さのことであって、全移動距離をそれにかかった時間で割ったものでしかなかった。それはかなり大雑把な計算で、計算に用いられた時間間隔は普通数時間や数日、さらには数週間だった。短い時間を正確に測れるようになったのは1670年にイギリスの時計職人ウィリアム・クレメントが振り子式の大時計を発明してからで、それによってようやく1秒に近い時間を測定できるようになったのだ。平均値からグラフの各点における値や傾きへと目の付けどころを変えたことがニュートンの解析の新たな特徴だった。ニュートンはそれまで誰も考えたことのない問題を考えた。物体の瞬間的な速さ、つまり各瞬間における速さはどう定義されるのか。経過時間が一瞬の場合、移動距離をそれにかかった時間で割るにはどうしたらいいのか。その計算には意味があるのだろうか。ニュートンは無用の本の中でこの問題に挑んだ。ガリレオは斜面をどんどん傾けていって垂直に近づけるといった極限的な場合についてたびたび考察したが、ニュートンはそのアイデアを全く新しい形で突き詰めた。ある時刻における瞬間の速さを定義するには、まずその時刻を含むある時間間隔の中で従来の方法によって平均の速さを計算する。そして新しい抽象的な操作をイメージする。その時間間隔をどんどん縮めていって、最終的に極限的な場合としてその長さをゼロに近づけるのだ。要するに時間間隔を極めて短くしていって、どんな有限の数よりも小さいけれどゼロよりは大きい長さにすればいいということだ。今日ではそのような長さを無限小と呼んでいる。ある時間間隔における平均の速さを計算して、その時間間隔を無限小にまで短くすると、
ある瞬間におけるその物体の速さ、つまり瞬間の速さを計算できるのだ。ある時刻における瞬間の速さ、あるいはもっと一般的にある点における曲線の傾きを求めるための数学的規則が微積分の基礎を成している。化学物質を形作る不可分な存在が原子だとしたら、無限小はいわば空間と時間を形作る不可分な存在といえる。ニュートンは微積分によって変化を記述する数学を作り出した。特に運動に関しては等間隔に結び目を作って端に丸太を結いたロープを船の船尾から投げ、一定時間内に繰り出される結び目の個数を数えるという速さを測定する史上初の方法を編み出したばかりの文化に、瞬間の速度に関する高度な理解をもたらした。そうして初めて任意の瞬間における物体の速さ、あるいは何らかの変化を道理の通った形で語ることができるようになった。今日では微積分は飛行機の翼の上を流れる空気、人口の増加や気象の変化、株価の上下、化学反応の進行など、あらゆる類の変化を記述するのに使われている。現代科学のどんな分野でも、ある量をグラフに表す場合には、決まって微積分が重要な道具となるのだ。微積分を用いることでニュートンは任意の時刻に物体にかかる力とその瞬間における速度の変化とを関連づけることになる。さらにその速度の無限小の変化をすべて足し合わせることで物体の軌道を時間の関数として導く方法を示すことになる。しかしそれらの法則や方法が得られるのは何十年も先のことである。ニュートンの無用の本は数学と同じく物理学に関しても、それまで考えられてきた事柄よりはるかに先を見通していた。ニュートン以前には、例えば物体同士の衝突はちょうど筋骨隆々の2人のプロレスラーが互いに相手をリングから突き落とそうとするように、2つの物体の内部的性質同士のいわば競争として捉えられていた。しかしニュートンの考え方では、それぞれの物体はそれに作用する外部的原因、つまり力のみに基づいて解析される。このように考えを進め、この問題に関係した100以上の公理を無用の本に書き込んだニュートンだったが、力というものは欠陥のある複雑な形でしか捉えることができなかった。特に地球の引力や物体の運動の変化を引き起こす力などをどのように定量化すればいいかについては何の手がかりも示していない。ウールスソープで過ごした期間にニュートンが描き始めた全体像は、それから20年近くにわたって完成することはなく、しかもニュートン革命に必要な輝きにはほど遠かったのだ。光の科学、神学、錬金術。物理学者のジェレミー・バーンシュタインは1958年にオーストリア人物理学者のボルフガング・パウリーがアメリカを訪問した際のことを語っている。パウリーはコロンビア大学である理論について講義していたが、聴衆の一人ニールス・ボーアはどうやらその理論に疑問を抱いたらしい。パウリーは一見したところ少々馬鹿げた理論に見えるかもしれないと断りを入れたが、それに対してボーアは、いや、十分に馬鹿げていないのが問題だとちゃちゃを入れた。するとパウリはボーアの方を向いて、いやいや、この理論は十分に馬鹿げていると食ってかかった。ボーアも負けじと、いや、君の理論は十分に馬鹿げていないと言い張った。二人の有名な物理学者は部屋の前方を歩き回りながら、小学校5年生のように怒鳴ったりまくし立てたりし続けたという。この話を紹介したのは、どんな物理学者や革新者でも正しいアイデアより間違ったアイデアの方が多いものだし、極めて優れた成果を収める人は馬鹿げたアイデアも持っているものであって、そのようなアイデアこそが最も優れている、もちろん正しければの話だが、ということを指摘したかったからだ。
間違ったアイデアの中から正しいアイデアを得り分けるのは容易なことではなく、かなりの時間と努力を要する。だから突拍子もないアイデアを持っている人には少々同情すべきだ。ニュートンもそのような一人で、疫病の流行中にあれほど幸先の良いスタートを切ったというのに、人生の次の段階のほとんどは間違ったアイデアを追求することに費やしたため、ニュートンの成果を研究した後の学者の多くはそれを馬鹿げていると考えたのだった。出だしはとても良かった。ケンブリッジ大学は再開されて間もない1667年春、ニュートンはトリニティカレッジへ戻ってきた。その秋、カレッジでは選挙が行われた。誰しも時には将来を大きく左右する場面に遭遇するものだ。例えば個人的な苦難や人生を変えかねない就職面接、あるいは後の職業に大きな影響を与えるかもしれない大学や職業学校の入学試験などといったものだ。ニュートンにとってトリニティカレッジの選挙はこれらを全てひとまとめにしたようなもので、その結果以下で、24歳の若者は特別研究員フェローというより高い地位で大学に残れるか、あるいは羊の世話をして糞を集める生活に戻るかが決まる。ニュートンが選ばれる見通しは高くなかった。というのもトリニティカレッジでは3年間選挙が行われておらず、定員はわずか9人なのに、候補者はもっとずっと大勢いて、その多くが政治的なコネを持っていたからだ。選挙を命じた王の署名入りの手紙を持っている候補者もいた。しかしニュートンは見事に選ばれた。農家としての人生から永遠に縁が切れたニュートンは、無用の本に書き込んだ微積分や運動に関する考えをニュートンの法則へ変える取り組みを精力的に進めたと思われるかもしれない。しかしそうではなかった。ニュートンはそれから数年間、全く異なる2つの分野で優れた研究を行った。それは工学と数学、特に大数学である。大数学についてはかなりの功を奏し、ケンブリッジの小さな数学者集団の中ですぐに天才として一目置かれるようになった。そのおかげで影響力のあるアイザック・バローがルーカス記念数学教授、数百年後にスティーブン・ホーキングが着任するポストの職を辞すると、バローはニュートンがその座を継ぐよう陰で取り計らった。給料は当時の基準としては莫大で、母親から持たされた額の10倍、年間100ポンドが大学から支給されることになった。それに比べて工学に関するニュートンの取り組みはあまり成果を上げなかった。まだ学生の頃にニュートンはオックスフォード大学の科学者ロバート・ボイル1627から1691と、ロバート・フック1635から1703が少し前に書いた光学と光に関する著作を読んでいた。ボイルは科学の先駆けの一人、フックはボイルの助手で、優れた理論家だが実験家としても秀でていることをその研究で示した腰の曲がった青白い男である。この二人の書いた本にニュートンは密かに奮い立ったが、そのことは決して認めようとしなかった。しかしすぐに計算だけではなく実験も行い、レンズを磨いて望遠鏡を改良し始める。ニュートンは光の科学にあらゆる方向から迷った。自分の目に網針を突き立てて押すと白と色付きの円が見えた。その光は圧力によって生じたのだろうか。また耐えられなくなるまで太陽を凝視し続けると、長く見すぎて元に戻るのに何日もかかった。違う場所を見た時に色が変わることに気づいた。その光は現実のものなのか、それとも想像の産物なのか。ニュートンは実験室で色を研究するために部屋に一つだけある窓のシャッターに穴を開けて太陽光線が差し込んでくるようにした。哲学者たちの考えによると、太陽の白色光は最も純粋で完全に色のない光とされていた。フックは白色光をプリズムに通すと色のついた光が出てくることに気づいた。
そしてプリズムのような透明な物質が色を生み出すのだと結論付けていた。しかしニュートンも同じように光をプリズムに通して異なる結論に達した。プリズムは白色光をいくつもの光に分けるが、色のついた光をプリズムに通しても色は変わらないことに気づいたのだ。結局ニュートンはガラスは色を生み出しているのではなく、光線を色ごとにそれぞれ異なる角度だけ曲げることで白色光をそれを構成するさまざまな色に分解しているのだと結論付けた。白色光は純粋ではなく混ぜ物であるとニュートンは断言したのだ。このような観察結果に基づいてニュートンは1666年から1670年にかけて色と光の理論を編み出した。そうして導かれたのは、光は原子のような小さい微粒子からできているという結論だった。フックにそれを単なる仮説呼ばわりされるとニュートンは激怒した。確かに光の微粒子という考え方は数百年後にアインシュタインによって復活し、今ではそれは光子と呼ばれている。しかしアインシュタインの言う光の微粒子は量子であって、ニュートンの理論には従わない。ニュートンは望遠鏡の研究で名声を上げたが、光の微粒子の考え方はアインシュタインの場合と同じく強い疑念を持って受け止められた。光は波からできているとする理論を示していたロバート・フックはその考え方に激しく反発し、ニュートンは自分が以前に行った実験に手を加えただけなのに自分が考え出したと偽っていると訴えた。何年にもわたり寝食も忘れて光学の研究を進めた末に、ニュートンは学問上の戦いに巻き込まれ、その戦いはあっという間に激しく非道なものになっていった。さらに悪いことに、フックはせっかちで衝動的に行動するたちで、ニュートンへの反論をわずか数時間でよこしたが、ニュートンはあらゆることに慎重で気を使うたちで、反論とともに膨大な研究成果を示さなければと感じた。それには何ヶ月もかかることもあった。個人的な憎しみはともかく、ニュートンはここで新たな科学的方法の社会的な側面であるアイデアを大っぴらに議論するというやり方を導入した。しかし性に合わなかった。元から孤独を好むニュートンは論争から引き下がってしまったのだ。1670年代中盤、30年代半ばだが、すでに白髪混じりで櫛もほとんど通さなかったニュートンは数学に飽き、自らの光学理論に対する批判にも腹を立てて、科学界全体との交流をほぼ完全に断った。そしてそれから10年はその状態が続く。このように再びほぼ完全に孤独になった原因は、対立を嫌ったことだけではなかった。それまでの何年かにわたってニュートンは数学と工学の研究に取り組む一方で、週100時間の研究時間を誰にも話したくない2つの新たな興味に振り向け始めていたのだ。それは馬鹿げた研究計画で、以来今日までたびたび批判されてきた。確かに主流から外れた研究だったことは間違いない。それは聖書の数学的および畜語的解析と錬金術である。ニュートンが神学と錬金術の研究に没頭したことは、後の学者にとっては不可解に思われることが多く、それはまるでネイチャーに論文を投稿するのを諦めてサイエントロジスト、アメリカの新興宗教の信者のための小冊子を書く方を選んだかのようだった。しかしそのような評価は、この取り組みが本当はどのような範囲を対象としていたかを考慮していない。というのも、物理学と神学と錬金術に対するニュートンの取り組みは、この世界に関する真理を解き明かすという一つの共通した目的によって結びついていたからだ。これらの取り組みについてしばしば考えてみると面白い。それが正しいと証明されたからでもなければ、ニュートンが一時精神を病んでいたからでもない。科学的探求が実りをもたらすかどうかはしばしば紙一重であるということを浮き彫りにしてくれるからだ。ニュートンは聖書によれば真理は敬虔な人々に対して明かされるが、その真理の一部は単に聖書の
文言を読んだだけではわからないかもしれないと考えていた。またスイス人医師パラケルススのような偉大な錬金術師を含め過去の敬虔な人々はたとえ重要な洞察を得ても不信任者からそれを隠すために暗号で書き消したと信じていた。重力の法則を導いたニュートンはモーセやピタゴラスやプラトンもすでにその法則を知っていたとまで確信するようになる。ニュートンが自身の信念に基づいて聖書の数学的解析を始めたこともその才能を考えれば理解できる。ニュートンはその研究によって天地創造やノアの箱舟など聖書に記されている数々の出来事の正確な日付とするものを導いた。また聖書に基づいて世界の終わりを予測しその計算結果を何度も改良した。最終的な予測の一つがこの世界は2060年から2344年の間に終わるというものだった。正しいかどうかはわからないが奇妙なことに地球温暖化のいくつかのシナリオと完全に合致している。さらにニュートンは聖書の数多くの説の信憑性に疑問を抱きキリストは神であるとする偶像崇拝的な考え方を裏付ける狙いの度重なる書き換えによって初期の教会の伝統が壊されてしまっているのだと確信した。要するにトリニティ三位一体説を信じていなかったのだがトリニティカレッジの教授だったことを考えるとそれは皮肉なことだ。またそれは危険なことでほぼ間違いなく今の地位を失うしもしまずい人に知れたらそれどころでは済まないかもしれなかった。しかしニュートンはキリスト教の再解釈に携わりながらもその研究が公にならないよう慎重に慎重を期していた。それでもニュートンが最も重要視していたのは科学における革新的な研究ではなく宗教に関する研究だったのだ。当時ニュートンがもう一つ情熱を傾けていた錬金術にも膨大な時間と労力が費やされその研究は物理学的に投じた時間よりもはるかに長い30年にわたって続けられた。また錬金術の実験室を作って蔵書も集めたため費用もかかった。この点でもニュートンのこの取り組みは非科学的だとして無視するのは間違いだろう。というのも錬金術の研究も他の取り組みと同じく入念に進められまた心の底にある信念を考えれば道理にかなっていたからだ。そしてやはりその論法は我々には全く馴染みのない大きな枠組みの中に含まれていて我々には理解しがたい結論に至った。今日の我々は錬金術師のことをローブを着て顎ひげを生やしナツメグを金に変えようとして呪文を唱える人物としてイメージする。確かに紀元前200年頃に活躍した知られている最古の錬金術師であるメンデスのボロスという名のエジプト人は実験を終えるたびに一つの本性がもう一つの本性を喜び一つの本性がもう一つの本性を壊し一つの本性がもう一つの本性を司るという呪文を唱えた。まるで男女が結婚した時に起こる出来事を列挙したように聞こえる。しかしボロスの言う本性とは化学物質のことでボロスは確かに化学反応をある程度理解していた。ニュートンは遠い過去にボロスのような学者が深遠な真理を発見していてそれ以来それは失われていたが錬金術の方法を暗号で表したギリシャ神話を解析することでそれを蘇らせられると信じていた。ニュートンは錬金術の研究でも入念な科学的方法論を使い続け慎重な実験を何度も行っては膨大な記録を取った。
そうして科学史上最高の本と呼ばれることの多いプリンキピアの未来の著者は、何年もかけてノートに次のような観察結果をぎっしりと書き込んでいた。揮発性の緑色の獅子を金星の中心円に溶かして蒸留する。その蒸留分は金星の緑色の獅子の皿、毒であらゆるものを殺すが、水星の絆であるディアーナの鳩に沈められたバビロニアの竜である。私は科学の道を歩み始めた時、ニュートンやアインシュタインに相当する歴史上の人物やファインマンなど同時代の天才たちといったお決まりの英雄たちを偶像視していた。彼ら偉人を生み出した分野に足を踏み入れるのは、若い科学者にとってはかなりのプレッシャーかもしれない。私がプレッシャーを感じたのは、カリフォルニア工科大学で最初の教職に就いた時だった。それはまるで中学校入学の前の晩に体育の授業に出席すること、特にみんなと一緒にシャワーを浴びることが心配だった時と同じような感覚だった。というのも、理論物理学では身体ではなく頭をすっぱだかにし、他の人たちに見てもらって判断してもらうからだ。そのような不安が実際に語られることはめったにないが、それでも誰もが感じる。どんな物理学者でもそのプレッシャーに対処する自分なりの方法を見つけなければならないが、成功したいなら間違うことを恐れるのは誰しも避けなければならない。